はい、皆さんこんにちは。今日のテーマはこれだ。はい、ということでね、今日なんですけども、ちょっとね、こういった動画を撮るの2週間ぶりになっちゃったかな。ちょっとね SCAJ とかでね動画をちょっと挟んでみましたので、今日なんですけども、前々回かなやりました、リリードリップというね、ハリオの V60 の拡張パーツをやったんですけども、そちらのですね、リリードリップ、こちらになるんですけども、これですね、前々回のね動画、よろしかったら詳しくやってますんで、見てください。これですね、ハリオの V60 だけっていうね、わけではなくて、いろんなねドリッパー、円錐型のドリッパーなら大体はハマるかなっていう感じですね。要はペーパーをこう浅くするんですよね。豆をこう深い入り方をするんではなくて、土台を上げることによって浅くこう散りばめると、でそれでドリップを早く抽出をスピードを速くすることができる、そしてムラをね、味のムラを少なくすることができるという拡張パーツなんですけど、大体ね円錐形のドリッパーならハマるかなっていう感じです。っていうのがね、こういった感じなんで、要はサイズがねこれにピタッと合えば基本的に底上げはできます。ペーパーなんでね。はい、なので、で今回なんですけども、大人気ドリッパーになってきましたね。折り紙という、ドリッパーがあります。こちらですね。要はドリッパーなんですけども、この折り紙がですねすごいやっぱデザイン性もいいし、この20のひだひだでね、要はペーパーを入れた時にドリップする時にこう空気の層ができるんですよね。なのでドリップの阻害しないっていうふうに言われてます。要は膨らみを阻害しない。なのでね、すごいね、まろやかないいドリップができるドリッパーで、今ねすごい人気になってるようなんですね。なので、このですね折り紙ドリッパーとこのリリードリップというのがですね、普通に使えるんですよね。なのでもともとこの折り紙ドリッパ ーすごいね、いいドリッパーで、普通にねコーヒードリップしても美味しく入れられるんですけども、さらにこのリリードリップをね、装着することによって、よりまろやかに、爽やかにね、入れられるかなと、思っております。なので今日は、リリードリップの続編としまして、折り紙ドリッパー×リリードリップをやりたいと思います。はい、ではね早速やっていきたいと思います。何はともあれね、まずコーヒーを引きましょう。今日はねこちら、最近私のお気に入りでありますタイムモアの G1 ですね、これで引いていきたいと思います。いや最近ね音量がねちょっとね、この動画の音量がねちょっとおかしくなってきちゃってるので、うまくこう取れないんですよね。なんでちょっとねマイクを今検討してるんですけど、ちょっとね試してみたやつがあんまりうまくいかなかったんで、今回はすいません、今まで通りでやらせていただきます。はい、ではね、こんな感じで弾けました。ではですね、今日ちょっと受けで使うのが、このね、すごいデザインいいでしょ、これ。ケメックスのですね、グラスマグという、アイテムになります。これね、もともとケメックスのね、一体型サーバーと似てるデザインなんですけども、これね、グラスです。なんで、今日はこの折り紙のね、ドリッパーのサーバー兼マグとしてね、使用しちゃいます。はい、これホルダーですね。で、折り紙。セットします。で、リリードリップですね、先日詳しくですね、2個前の動画で、入れ方などね、装着の仕方詳しくやりましたんで、よろしければそちらご覧ください。今日はねちゃちゃっとやってきちゃいます。ここねとんがってるんで、スッとここにねこう入れていただいて、でこの、台ですね、これを下にピッと、はい、このようにねします。で押さえながらですね、裏返していくんですね。はい、こんな感じです。そうしましたらですね、これを取っていただいて、リリードリップ本体を、このドリッパーに
この向きですね。ポンと装着します。ちょっとカメラ角度変えます。はい、こんな感じでね、これで装着完了ですね。で、先ほどの、まあ、このままですね、この状態のままポイッと、これで完了です。はい、ではドリップしていきます。はい、ということでお疲れ様でございました。こんな感じで入りました。なかなかね、おしゃれなマグですよね。で、大体ね、この真ん中ぐらいで約 200ml ぐらいの容量、結構ね、入るかなっていう感じです。ではね、早速いただきます。美味しい。 いやね、かなりね、さっぱりと、だけどね、ちゃんと風味を生かしたまま、あ、しっかり入ってます。なんかね、印象としましては、もともとこの折り紙のね、ドリッパーっていうのはよくしっかりと入るドリッパーなんですけども、底上げしてこう浅くしてね、コーヒーの層で抽出を早くしたことによって、よりですね、さっぱりっていう感じのイメージですかね。なので、よりね、濃厚にこう入れていく場合っていうのは、もうちょっとドリップを調整してもいいのかな、ゆっくりめにねっていう感じです。なので、ドリッパー、折り紙のね、本来のドリッパーでやるのが好みな人もいるとは思うんですけども、このリリードリップでね、ちょっと浅くして、この朝入りのね、フルーティーなコーヒーなんかすごく合うかなっていう風な印象を受けました。なんで、要は抽出が早いんですよ、ドリップのね、するで、ブレもね、補正をしてくれるというのが意味合いもあるので、ちょっとね、難しい反面、やりようによっては、すごいね、美味しいドリップができるかなっていう、そんな、まあ、印象かなという感じです。ただね、しっかりねリードリップ使えますのでね、もし折り紙ドリッパー持ってらっしゃる方ね、いらっしゃいましたら、こういったね、拡張パーツも面白いかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。